鶴瓶サポール10年プレミアリーグ大好きロイです。お願いします。はい、本日は移籍期間が終了しましたので、今日からね、チームごとに移籍まとめとシーズン展望をやっていきたいと思います。もう内容たっぷりですので、早速本編いっちゃいましょう。カモン中心。はい、今日からお送りしますチーム特集移籍まとめ&シーズン展望やっていきたいと思います。まず第1弾はもちろんチェルシーです。ということでまずはチェルシーの昨シーズンをサクッと振り返っていきたいと思います。チェルシーは大型補強を行って、序盤はねズマの大活躍などがあって上位をキープしてましたと。ただ年末にかけて上位対決で全く勝てなくなって、ランパード監督を解任して第20節からテヘルが指揮を取りました。そこからね3バックがドハマりして、今度は上位対決でことごとく勝利し、プレミアリーグでは4位フィニッシュ、 FA カップでは決勝で敗れ準優勝でしたけども、チャンピオンズリーグを9期ぶりに制覇しましたと。まあ、特にテヘル就任後は無類の強さを誇った昨シーズンとなりました。そんな昨シーズンのチェルシーの強みと弱みを挙げていきますと、強みはチーム全体のレベルがかなり高い、鉄壁の守備、多くの選手が得点、チームの雰囲気の良さ、あと勝ち癖で、弱みが得点力不足、ボランチ、右ウィングバックの層の薄さ、マウント頼みの攻撃、センターバックの高齢化、まあ、こんな感じになると思うんですよ。まあ、詳しく話したいんですけども、ちょっと尺の問題で今回は割愛します。機会があれば説明します。この強みと弱みを踏まえて、今回の補強がこちらでしたと。キーパーのベッティネンリー、ボランチでサウール、フォワードでルカクですよね。この3人です。つまり昨シーズンの弱みであった得点力不足のところにルカクを、セリエ A で得点ランキング2位のルカクを獲得しましたと。間違いなく世界トップのスコアラーですよ。そしてボランチ、右ウィングバックの層の薄さのところにサウルを獲得しましたと。これも世界最高峰の選手ですよ。そしておまけでチャロバーの台頭がありました。これによって右ウィングバックの層の薄さまで一気に解決してくれたんですよね。アスピリクエタを前で使えますから。そしてマウント頼みの攻撃、ここはルカクがいることによってハバーツがねシャドウで使えるので、マウントと同レベルのゲームメイクができますよと。ちょっと劣るかもしれないですけど、そしてルカクがいることによってタメが作れますので、ウィングバックの攻撃参加もできて、攻撃パターンがさらに一つ強化されました。ここにプラスでサウルの攻撃センスに期待ができますと。まだ確定ではないのでカッコで入れておきます。そしてセンターバックの高齢化のところにチャロバーの台頭で、まあここは組んで獲得ならずってところだったんですよね。まあね、こう見たらチャロバーの台頭めちゃめちゃデカすぎますね。これは本当嬉しい誤算でした。といったところで、これはほぼほぼ完璧な補強と言ってもいいのではないでしょうか。さらに放出がこちらですね。昨シーズンのスカット入りしてるメンバーで言えば、カバジェロ、ズマ、ジルー、エイブラハム、トモリですよね。まあね、特に昨シーズンはチャンピオンズリーグを取った特別な年ですので、まあ、愛着ある選手ばかりで、放出してね、すごい寂しいんですよ、正直。ファンとしてはめちゃくちゃね、悲しいです。彼らの思い出とか功績については別で動画出したいと思うんですけども、ただね、さっきの強みを見て分かるように、これだけいい選手たちを放出してるんですよ。ただね、主力はしっかり残して、昨シーズンの強みをそこまで失うことなく、4つの弱みを9割方解消できてるんですよ。これはね、やばいですね。本当に素晴らしいと思います。採点するなら100点満点中95点です。まあ、クンデを取るかズマを残せておけば100点でしたね。はい、次に今季のスカットを整理していきますと、トゥヘル・チェルシーはシステムが基本 3-4-2-1 ですので、これをキーパー1、センターバック3、ボランチ2、ウィングバック2、シャドウ2、トップ1っていう風に分けていくと、選手層はこんな感じになります。まあ、一応トゥヘルの中での序列を予想して並べています。まあ、キーパーがメンディ、ケパ、ベッティネンディ、センターバックがアスピリクエタ、ルリガ、テンセン、チアゴシバ、チャロバ、ボランチがジョルジーニョ、カンテ、コバチッチ、サウル、ウィングバックがジェームズ、アロンソ、チルウェル、モドイ、シャドウがマウント、ハバーツ、プリシス、シエシュ、カッコ、ロフタスチーク。まあ、ロフタスチークはちょっとサウルの加入によってベンチ入りすら厳しくなると思います。そしてトップにルカクとベルナー。こんな感じでポジションの数に対して倍の数を揃えていられれば理想ですので、チェルシーのスカットはほぼ完璧です。しかもスタメンとサブの実力に大きな差がないってところが、今のトゥヘル・チェルシーの最大の魅力なんですよね。強いて言うなら、やはりセンターバックが1枚少ないんですけども、ここは4バックにすれば対応はできると思います。ということで、今シーズンはカップ戦をサブで11人揃えても、FA カラバーカップは決勝まで、チャンピオンズリーグも予選突破はできそうなレベルにあるんですよね。
怪我人続出や長期離脱がなければリーグの優勝争い、チャンピオンズリーグはベスト4、国内カップ2つのうち一冠ってところは硬いんじゃないかなと思ってます。最後に昨シーズンのトゥエレサッカーから今シーズンどう変化していくかっていうのを展望していきたいと思います。昨シーズンのトゥエレサッカーは空いてるエリアまでのビルドアップってところは問題なかったです。ただゴール前をこじ開ける力ってのはなかったんですよね。つまりスペースがない場合に手こずったんですよ。逆にスペースがある場合はベルナーが裏に抜けてボールをもらって、そこからバックパスでマウントが前向きでボールをもらって、そこにハバーツが関わって得点すると、あとはカンテが高い位置で奪ってそのままドリブルで運んで相手の背後のスペースを突くっていう得点パターンが多かったですよね。これはアトレティコ戦のシエシュのゴール、レアル戦のプリッチのゴール、決勝のハバーツのゴールなどを見るとトゥエルサッカーの攻撃パターンっていうのが現れているシーンですよね。ボールを相手に持たれる試合イコールディフェンスの裏にスペースがあるゲームにはかなり強かったんですよ。なので強豪相手にね勝ちまくったんですよ。トゥエルチェルシーはどういう時に点を取ってたかっていうと、ディフェンスの背後にスペースがあってそこに裏抜きして2列目が前向きでボールをもらった時ですよね。これがチェルシーの一番チャンスを作る時のパターンでした。逆に手こずったのは相手の背後にスペースがない場合なんですよ。自分たちがボールを持って支配する試合、バイタルまでのビルドアップってところはできるんですけども、後ろ向きや背負った状態での攻撃ってところが今一つだったんですよね。ここに新戦力がバチッとはまってきます。まずはルカクです。深い位置で起点を作ってくれますと、これによってディフェンスの背後にスペースがない場合でもルカクが後ろ向きで深い位置で背負うことによって今度はねディフェンスの前にスペースができるんですよね。この場合でも2列目の選手が前向きでボールをもらうことができますと、これがもうねルカク加入後初戦のアーセナル戦で2ゴールともこの形で得点してるんですよ。昨シーズンにはなかったパターンで得点してるんですよね。次にサウルです。ミドルシュートが打てますと、ゴラッソできるんですよ。彼はドン引きした相手に対して一番効果的なミドルシュートが打てる、これがね相当効いてきます。ミドルシュートを打たれるのを怖がった相手は前に出てきますと、前に出てくれば背後に今度はスペースができますと、これの繰り返しですよ。もう地獄です。ディフェンダーはミドルシューターがいるってだけでこんだけね相手はね選択肢が増えるわけなんですよ。昨シーズン苦戦した裏にスペースがない場合にも新加入選手のルカクとサウルの獲得によって今考えるだけで2つの効果的な攻撃パターンが想像つくんですよね。そして昨シーズン得意だったディフェンスラインの裏にスペースがある場合でもルカクとハバーツっていうのは裏抜けがうまいですよと、なので相手のディフェンスラインが低くても高くても効果的な攻撃ができるんですよ。今シーズン間違いなく得点数が伸びると思います。ということでね、今季のチェルシーはマジで強いですね。これはね、ほんと止めれないですね、なかなか。個人的にはサウルの加入によってカンテの負担が減るってところで、カンテをフルシーズン最強の状態で使えるってのがでかいなって思います。あとは誰が次に覚醒してくるかですよね。トゥレになってからここが一番楽しみなんですよ。毎試合活躍する選手が違いますから。だってチャラバーの覚醒誰が予想しましたか。まさかっすよ、あんだけいいと思わなかったですからね。トゥエルはしっかり選手に役割を与えて、そして輝かすのが相当うまいです。もう次にね、誰が本当覚醒するか分かんない状態ですし、誰が覚醒して誰からポジションを奪ってくれるのか、個人的にはプリシッチが活躍してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。ということで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画面白かったよって方、分かりやすかったよって方、グッドボタンお願いします。皆さんの意見感想をコメントでねどんどんお聞かせください。次からね他のチームもどんどんやっていきますので、チェルサポ以外の方もチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。